リソラオフショッピングテラスは愛知県大府市にあるモール型ショッピングセンターである。リソラオフはショッピングテラス、医療施設、マンションで構成される施設である。心弾む街づくりをメインテーマとして開発された。中でもショッピングテラスは矢作建設工業の子会社矢作辞書が手掛ける初めてのモール型ショッピングセンターであったが2014年11月、 米国の不動産投資顧問会社である、ラサールインベストメントマネージメントインクが、特別目的会社を通じて取得。2015年3月30日には、隣接するリソラオーフクリニックモールも取得している。なお、2013年4月1日より、日本経よが運営を受託し、管理運営を行っていたが、2015年には、京阪流通システムズが、プロパティマネジメント業務を受託し、 4月16日より、業務を開始している。名称の、リソラとは、リゾートと、空から生まれる心地よさから来ている。ショッピングテラスの特徴として、アクティスポーツクラブや十字やカルチャーセンター、都市型保育園ポポラーなどレジデンスを意識した、生活密着型のテナントが入居している。また、2012年7月29日には、国立長寿医療研究センター、 健康増進、老年病予防センターが開所した。開業時点では、フランテ管を各テナントとして、約40の専門店が出店した。開業時点の主要な店舗の営業時間は午前10時から午後8時までとなっていた。ありがとうございます。